マイキー・バッツはアメリカ合衆国の元プロレスラー。本名はマイケル・ティエリ。現役時代は NWA やティネといったインディ団体を経て WWE で活動、現在は引退している。ティエリは高校時代にアマチュアレスリングを経験し、卒業後の1999年にアメリカ空軍に入隊している。入隊後は テキサス州サンアントニオのラックランド空軍基地に配属され、駐留していた2年間の間もレスリングを続けていた。2001年に空軍から離脱して、フロリダ州タンパでトレーナーになり、このトレーナーの期間中にプロレスラーになろうと決意した。いとこのビリー・キットマンに加え NWA フロリダでロデリック・ストロングの下でトレーニングを積み、2003年6月に、 NWA フロリダのリングでマイキー・バッツのリングネームでデビュー。2004年6月にバッツはティネにセキュリティガードとして登場し、同月にティネと契約して NWA フロリダで活動していたジェレル・クラークとタックで活動する。2004年を通して活動するものの主要なストーリーラインに関われてはいなかった。八月にはサイモン・ダイヤモンドとタックを組むが大した活躍も、 できずに、ティネから離脱している。2005年10月下旬に WWE とディベロップメント契約を交わし、株組織である DSW に送られる。12月にはオベイ送られた、ビーストと彼のマネージャーのトライタンと対戦し、翌2006年1月にもう一度対戦している。その後は、リングネームを本名に戻しグレゴリー・ヘルムズの持つ。 WWE クルーザー級王座に挑戦するものの敗北。その後出場機会も減少。ボリス・アレクシフトの試合を最後に6月上旬に WWE からリリースされている。WWE リリース後の7月に SCW フロリダに参戦、カハガスと対戦している。10月からニューに参戦、12月まで1試合のペースで継続参戦していた。 2007年4月に、ニューで3試合、フルスのーベで1試合こなし、総合格闘技の道へ進むために、プロレスからは引退する。総合格闘技への挑戦は成功しなかったが、2009年6月に、再び総合格闘技家になるためにトレーニングを積んでいることが発表された。2014年1月25日に、フーに復帰。元ティネのエスブリスコと対戦するが負けている。 その後月に一試合ペースで風に継続参戦している。ありがとうございます。